こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日の質問は、引き出し違うと収納どう変わるいつものように LINE 公式にこんな質問がやってきました。キッチンリフォームをクリナップで考えています。先日、タカラで引き出しの奥行きオプションの動画を見ました。クリナップでも引き出しレールが違い、楽エリア、 スティア、収納力がどう変わっていくのかなと思うんですが、宝のようにどこが違うのぜひ教えてください。本日の質問、クリーナップ、引き出し収納の違い、このテーマでスタートです。前回の動画で、この宝の引き出し、たっぷり収納のオプションがあるっていう内容をお届けしましたよね。この引き出しが たっぷり収納の場合、通常の引き出しより約10センチ増量。とってもこちらの方が有利だということで、収納についてはぜひこれ検討してください。そんな動画でした。オプション引き出し、奥行きサイズ。これってとっても重要だと思うんですよね。これだけ手前が52、奥の部分が標準の42ということでしたよね。そして今日お品書きは、クリーナップはじゃあ引き出しどうなっているのというテーマ。 ラクエラがやっぱり価格もリーズナブルで人気がある。そしてステディア、ステンレスキャビネット。こちらの方はやっぱり圧倒的なロングセラー商品。セントロ、こちら、上質な最高級のシリーズです。収納力のそれぞれの引き出し、こちらによってどう変わっていくのか、これがやっぱり今日のテーマでしょう。復習になります。前回宝の時もご説明しましたが、この100ミリの配管、 このスペースがあることによってキッチンを前に出さなくていいということなんですね。これはマンションの場合言えることで戸建てでは関係がありませんですよっていうお話でした。で、シンクキャビネットは戸建てもマンション用もこのひな壇と呼ばれるこの空間のスペース。ここでですね、配管の切り回しをしますので、ちょっと100ミリル奥行きあるんですよ。130ぐらいでしょうか。で、実際これは業界の標準でシンクキャビネットを開けていて、 奥を見ていただくと、あ、確かに火の段あるなっていう風に皆さんチェックできるんですよ。で、楽エラ。今日まず収納力チェックしていきましょう。引き出しは、そう、二段引き出しになってるんですよね。で、内部にはこのフォローパレット。 引き出しの中の内引き出し。特にですね、このフォローパレット小物を入れていただいて便利なんですが、手前の部分ってやっぱりこういったちょっとしたボトル、背の高いものを入れるために、この字になってるんですね。ですからフォローパレット手前は浅く、そして奥になるほどしっかりと収納ができる。これもやっぱり便利かなと思います。ステディア、これは3段なんです。ですので収納力としてはこういった形で、 デッドスペースが少ない、そういった収納になっているのも嬉しい収納力かなと思います。で、手前、よく使うところ、ちょっと開けて、ちょっと調味料、ちょっと入れて、サランラップ、背の高いもの、そういったもの、こういったツールポケットを使って収納することができます。スライドボックスという形のオプションで、引き出しの中にこういった引き出しない引き出し、これを使うこともできるんですね。 セントロは変速三段と言うんでしょうかね。これ実際に引き出しがですね、珍しいのがこう真ん中がちょっと幅が狭い。通常真ん中が広いんですけど、セントロの場合真ん中が人の幅ぐらい。そしてコンロキャビネット、こちらシンクキャビネット、それぞれちょっと変わってるんですよね。というのがツールボックス、いわゆる先ほどと 同じツールボックスが、まあ、例えば左側だったらコンロキャビネット、シンキャビネットだとここですよね。で、シンキャビネットにはシャローパレット、さらに薄いものを入れる。こんな収納がある。これがセントロなんです。この考え方はセンターポジションと呼ばれる、このセントロ独特の設計思想。人がこういううに立って、そして右と左にそれぞれシンクとコンロ、それぞれ収納がさっと手が届く。ワイドな こういった収納になっているのがセントロなんですね。では行きましょう。本日の、まあ、質問。宝と同じく引き出しの奥行きはどうなっているのこれが質問者の方、お話ありましたね。楽エラ引き出しは、なんと42センチなんです。そして、配管スペース、これカタログちょっと調べました。奥の部分、こういう風に出てまして、ここ。 424、42センチですね。配管スペース100ミリがある。ですから、上までストーンと、まあ、配管って通常ここだけなんですけどね。で、上までずっと同じく空間がある。これがラクエラです。ステディアの引き出しは52センチ、10センチやっぱりワイドなんですね。で、こちらになると、配管スペース、ここがさっきの424。で、ここが100ミリ。 ですが、上のところは、これ524、524と書いて、空間空いてるように見えますけどね。実際これ474っていう、いわゆる奥行きが600用のキャビネットの寸法を書いてるんで、空いてません。基本的には。というので、実際、ラクエラ、ステディア、それぞれ見ると、424と524。10センチ違うんですね。じゃあ、セントロはどうなってるでしょう。624ぐらい広がってほしいですがもう奥行き、カウンターの空気六650ですから、なくなっちゃいますよね。セントロも、 そう、ここ、524という風になっています。これあの、ショールームなんか行くとちゃんと引き出し、えー、ラク楽エラ、それからセントロ、楽エラ、ステディア、セントロと並んでるんですけどね。で、手前のところが42センチ楽エラ、そして、えー、真ん中はステディア、52.4、ま五、あ、52センチ、10センチ違うということになっています。ステディアの引き出しパッとこう抜くと、やっぱり52センチですからたっぷりですよね。これってやっぱり、 52センチにしたくなりませんかこれだけの収納。まあ、凹みはやっぱりその分は、配管がこう横引きになるんで、この分は元々浅くなってるんですよ。ですから、この配管の、まあ、実際に引き出し見ると、ああ、確かに後ろの奥空いてるなと思うんですけれども、じゃあ配管がマンションの場合、見えるのかっていうと、ちゃんと配管カバーっていうキャビネットを選ぶことによって隠せるということになっています。 で、ちなみにシンクは浅いんですよ。100じゃなくて、冒頭言ったように、まあ130ぐらい、ちょっと奥行き、えー、切り回す分だけいりますので、こちらの方でシンクのひな壇仕様になってますから、こちらは浅いということになっています。じゃあ、このセントロはどうなってるかということなんですけど、セントロは実はレールがこちら、黒い、そうなんです。最上級のオーストリア・ブルムセの中でも一番いい レグラボックス入ってるんですね。レールに名前つけちゃいますかっていう感じですが、このレグラボックス、オースト,ラリ,アオーストリアのブルームシャー、これも、えー、全部の、あのー、ステーリアも昔からずっと、全、えー、身の名前で言うと、クリンデンドの頃から、こういったブルームシャーを使ってたんですが、これのレールとしてはオーストリアの最上級入れてるっていうことで、ほとんどブレがないというのが大きい。滑らかさっていうのは、だから開け閉めしていただくと、あ 確かにセントの上質っていうのはこちらもチェックできるんではないでしょうか。本日のまとめいきましょう。ま、まずは楽屋ラ,クエラ引き出し42。やっぱりステディア。 52? セントロももちろん52ですよ。ただしセントロはレギュラーボックス滑らかなんですよ。揺れないという感じ。そして外観の違い、2段と3段ありましたよね。もっと言うとツールポケットこういった内部のところも仕様が違いますよね。最後やはりショールームでその違いについて、奥行きの違い、中のツールボックスの違い、さらにこちら、レギュラーボックス滑らかさの違い。 もっと言うと、引き出しの奥見て、配管スペースひなた全部ショールームでチェックしてクリーナップに行ってみてください。クリーナップ2月からステディア新しくなってます。非常にこれ評判高くてですね、今どん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 ショールームに皆さんからの報告、私のところやってきてます。ぜひ LINE 公式でもそんなメッセージもらえると嬉しいです。 LINE 登録で定期的にプレゼント配信をしています。新しく登録された方、一番最初にプレゼント動画ついてるんで、それもチェックしてみてくださいね。あ、LINE の一番上、あ、こんなのあったんだっていうことで、私からぜひ見てもらいたい動画、リスト、こちらの方を送っております。えー、QR コードで読んで LINE 返信、メッセージお待ちしております。最後までご視聴いただきまして、今日もありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。